皆さん、こんにちは。レクセン2講師の野端です。さあ、今回は2年目以降の学習スタイル、野端式ビルドアップコースという選択肢というタイトルで、ガイダンスを行っていきたいと思います。で、この動画をご覧いただけるということは、まずですね、今年の本試験受験された方だと思います。本当に試験お疲れ様でした。そして自己分析をされて、択一結果を確認し、まあ、人によっては記述の点数次第でという方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、多くの方が択一の点数が振るわなくて、まあ、来年絶対リベンジを果たしていきたいという方だと思いますので、まあ、そういった方々の思いをね、しっかり形に変えるというこの講座ですね、こちらをしっかり説明していきたいと思います。はい。で、お手元にパンフレットがあれば理想なんですけども、こういった画面映していきますので、画面見ていただいても概要わかると思います。では、説明していきますね。まず考えていただきたいのが、択一の点数があまり芳しくなかった場合に、多くの受験生がね、どうしても基礎力ないから、初学者向けのコースをもう一回受けようとか、まあ、そっちのコースに行こうって考える方多いんですけど、それが果たしてね、100%正しいのかっていうと、そうは言えないと思います。というのも、まあ、いかに基礎力がないって自分で判断したところで、例えば、善意って何ですかとかね、そこの用語分かってると思うんですよ。ただ本当に基礎的なところで、一視無能力者がした行為は無効とか、そういう分かってると思うんですね。ただ、初学者向けのコースって何も知らない方向けに説明しますので、そこもやるわけですよ。で、分かりきってるところをもう一回聞くことに意味があるかというと、そこはないんですよね。うん。もちろん、初学者向けのコースを受けることによって新しい発見もあるかもしれませんが、ただ、どちらかというと、なんかもう分かってるぞみたいなことが多かったりとかしますね。で、その時間無駄ですし、あと結構問題の解き方が分からずに今年振るわなかったって方もいると思うんですよ。あとはもう演習量が足りないとかね。で、初学者向けのコースはまあ、大体インプット中心で演習系少し少なかったりしますので、まあ、そうなってくると、まあ、演習不足ですとかテクニック不足ですって方がもう一回初学者向けを受けたとして、また同じことが起きるので、まあ、それはそれでなかなか、もったいないことを。になりますよね。なので、個人的には、択一の点数がもう110点とか120点ぐらいあるんだったら、学習経験者向けのコースにシフトしてもいいと思います。はい。現に、ビルドアップコースに関しても、例年、こう択一の点数が110点、120点の方が受講して、翌年200点超えも十分あるので。はい。なので、点数が芳しくないから、ビルドアップコースは難しいんですかってことは特にないので、一つ検討材料に入れてもらったらいいと思います。はい。じゃあ、前提話しましたので、具体的にコースの中身見ていきたいと思います。まず一つ目。ちょうどいい講義回数と受講しやすい講義スケジュールで合格力を要請ってあります。皆さんも、例えば初学者向けのクラスを受けてるとか、まあ、他の、講座を受けてるときに感じたことあるかもしれません。講義回数が多すぎるんですよねっていう。多すぎて復習が追いつかないっていう問題を経験した方もいるでしょうし、逆に講義の回数少ないものを選択して、本当にこれで足りるのかなって不安を抱いた方もいるかもしれません。多すぎても不安で、少なすぎても不安なんですよ。このちょうどいいバランスを取ることをビルドアップコース考えてまして、うまく実現できてるかなと思います。はい。講義回数改めて確認すると、フルコースで72回、スタンダードコース66回ですね。で、ここに関しては、レックの初学者向けのパーフェクトコースよりも回数が少ないんですよ。はい。で、回数が少ないことに不安抱く方もいるかもしれませんけど、先ほども言った、いらないことは言わないっていうね。例えば、用語の簡単な説明を省くとか、本当に、基本的なところこそは省きますけども、でも、合格に必要なものは、しっかりとお話をしていきますので、この講義回数で、しっかりと対策できるということになります。はい。で、この講義回数だけじゃなくて、ゆとりある通学配信講義スケジュールと、自身の学習進度やレベルに合わせて受講タイミングを選択できる通信講座、ちょっとわかりにくいですよね。ただ、これもこだわったので、これから説明していきたいと思います。はい。例えば、はい、こっちで今画面拡大しましたが、ビルドアップ講座、基礎力再構築編ですとか、重要論点習得編見てください。ここに関しては、通学通信、ズームライブ配信受講可能って書いてますね。
これどういうことかと言いますと、長生きの本校で通学講義を実施します。で、同じ時間帯に Zoom ライブ配信で全国の受験生向けに授業をしますと。もちろんお忙しい方は翌日以降、ウェブで見れるんですが、通学ですとか、Zoom ライブ配信可能とか、受講可能と書いてあるのは、この時期に受講してほしいなって僕の気持ちです。基礎録とか重要論点は早めに習得すべきなので、これを遅らせてはいけない。だから、ちゃんとした日程を組むので、その日程で受講してほしいって僕の気持ちのあるあれです。すべての方にそれをお願いしたいです。ただ、これ進めてもらうと、発展論点習得編ってあるんですよ。発展論点習得編。これは、まあ少しレベルが高い論点とか、民法だったらこうマイナー C ランク論点扱っていくんですが、この発展論点習得編、まあ、いつ勉強すべきかって受験生レベルで変わってくると思うんですよ。やっぱり、もともと力がある方からすると、まあ、早めに重要論点も復習できますので、まあ、発展論点に行きたいって方もいるでしょうし、まあ、それもしっかりと習得できると思うんですが、基礎力少し不安がある方は、重要論点の習得編しっかり復習していかなきゃいけませんね。で、そんな中で例えば、通学とか Zoom ライブ配信で発展論点習得編やると、まあ当然カリキュラム上通学と配信ありますから参加しなきゃと思いますよね。で、こう参加するわけですよ。と、まあレベルが高いところもありますので、そうなってくると、まあ、少し基礎力不安な方は、あれ？これすごい難しいんだけどって不安になります。で、そうすると知識も混乱して、本当に必要な合格のための重要論点が習得できなくなります。これって逆効果なんですよ。ですから、ここに関して、発展論点習得に関しては通信だけです。つまり、ご自身の、まあ、レベルとかね、そういったものに合わせて必要だと思った時に受講できますよ、っていう形にしてるんですよ。まあ、同じように、こう、卓越演習解放ナビゲート講座っていうのもありまして、これ、解き方なんです。解き方を学ぶ講座。で、解き方学ぶっていう時にも、ある程度知識ないとダメだと思うので、知識の習得の時期は皆さん変わりますから、早めに知識習得できている方は、早めに解き方を学ぶべきだし、まあ、少し知識の習得をおぼつかない方は、それはできてから、こういった解き方を学ぶべきなので、それもご自身で選べるよと。これも通信講座なんですね。繰り返しますけども、通学とか Zoom ライブ配信受講可能と書いてあるのは、その時期にしっかり学んでほしいものです。もう絶対やっていただきたい。で、通信だけになっているものは、まあ、人によっては時期をずらしてもいいし、もしくはもう最悪できなくても、まあ、合格はできますよっていうラインに設定してますので、うまく使い分けて受講していただくといいと思います。こうお忙しい方も多いと思うので、まあ、とにかく必要なものをしっかりやっていただくというところで合格できますね。うまく使い分けていただきたいと思います。で、せっかくなのでもう一つ。重要論点習得編に関しては、カリキュラムの中身もね、こだわったんですよ、今年。どういうことかと言いますと、今画面切り替えて、重要論点習得編の、まあ、スケジュール出しました。生講義、ズーム配信と。で、民法の1回目が、24年2月10日ですね。で、行政法が次に来るんですよ。で、次に民法来て、次行政法で、これ、2科目並行で進んでいきます。こんな感じで。これ結構画期的なんですよね。多くの講座に関しては、コースに関しては、ひとしきり民法が全部終わってからで、行政法ってかですね。なると、まあ、受験生の感覚として、まあ、民法の受講者は民法の勉強したくなるわけですよ。民法しか勉強しない。で、行政法に変わったら行政法しか勉強しないってことが起こり得るので、まあ、ならば、もうカリキュラム上交互に行きましょうっていう。これだから嫌でも2科目並行で勉強しなきゃいけないんで、まあ、それを強制するって形で、今年ですね、のビルドアップからこのギグザグのカリキュラムにしましたので、これかなり効果あると思います。こういった形で、受講の仕方、まあ、カリキュラムね、細かいところにこだわったんですよ。で、次、ポイント2つ目。月1回のオンラインゼミや学習相談で誰一人取り残さないであります。特にこう通信でやってる方は、孤独になりがちですよね。なんか自分だけで勉強してるっていう。で、そういった不安感を払拭していきたいので、3月から直前期、10月まで月1回、
通学生も通信生も関係なく、全員、Zoom で、集まってもらいます。はい。で、集まってもらった中で、僕の方から皆さんにいろんな質問をしていきます。で、そこで、皆さんに考えて回答することで、なんかね、受験生同士、受講生同士、一体感生まれます。はい。こう、助け合いますってね、いうことがありまして、なんか自分だけが勉強してるんじゃないと、みんなで勉強してるんだ、みんなで頑張ろうって気持ちが高まっていきます。つまり、モチベーションを保ちづらい通信生の方も、このゼミに参加することで緊張感を持って学習継続できるんですね。はい。もちろん、学習継続だけが目的じゃなくて、しっかりと期日用の対策として、いろんな論点を上げていきますので、そこに対して回答することで期日力を養成できますし、本試験直前まで行いますので、出題予想論点もね、しっかりとお話しできるので、ぜひこういったものも活用してください。ポイント3つ目が、1回30分の復習専用講義で学習効率アップとなります。これも、予備校のコース、受講した方あるあるで、1回受講した講義、理解深めるためにもう1回聞き直したいって方多いんですよ。ただ、もう1回聞き直すと結構時間かかるんですよね。ですから、ビルドアップコースに関しては、復習専用の講座があります。はい。A ランクの最重要論点と今年予想される論点を一講義30分でサクッと復習できます。はい。こうですね。オリジナル1コマ30分の復習専用講座。復習専用マスト論点ダイジェスト講義ですと。はい。これ、実際に復習専用のために収録をし直してますので、してますので。はい。これを繰り返し繰り返し隙間時間聞くことによって、もう A ランクの絶対落としちゃいけない論点と予想論点は、もう嫌でも頭に入ってきます。はい。これをぐるぐる繰り返すことによって知識を定着させる。これが目的の、はい、復習専用講義です。これ2年前からやってますけども、毎年好評なんですね。はい。合格した方の多くも直前期までぐるぐる繰り返して聞いていたということもあるので、これもぜひ、活用してください。はい。次はテキスト問題集についてお話ししていきます。はい。ビルドアップ講座に関しては私が作ったオリジナルのテキストと、いろんな資格試験の問題から引っ張ってきた問題集、こちらを使って講義をします。で、例えばこれまで皆さんが、無料の講座ですとか、有料の直前講座で私の講義を聞いてもらっていて、で、そこのレジュメ、いいなとか使いやすいなと思っていただけたならば、その元ネタはこのビルドアップ講座のテキストなんで、しっかりハマってくれると思います。で、どうこだわったかと言いますと、ちょっとこれ画面見づらいかもしれませんが、まず、択一だけじゃなくて、記述の重要度も表記してます。一般的に予備校テキストって A とか B とか C は、択一記述の区分はしてません。ただ個人的には、択一 C だけど記述 A とか、記述 A で択一 C はあるので、そこを分けるために、択一記述の重要度を分けてます。はい。これポイントです。あと、基本事項は、繰り返し確認できるように、図表やチェックポイントにまとめてます。ちょっと見にくいので、実際の教材でいきますけども。もちろん、意義とかね、正露趣旨は文章化してますけども、実際覚えていただきたいとかね、繰り返し見ていただきたいものは、簡潔にわかるように、表を使ったりとか、はい。図表を用いてますと。ただこれ視覚的にわかりやすく、知識を習得することができますと。あとは右の方に番号をつけてますが、これ、過去問の番号ですとかね、ビルドアップ講座のオリジナル問題集の番号で出します。例えば、8の「あ」とか8の「い」っていうのが、ビルドアップ講座の、問題集の番号であって、はい。問題8の「あ」とか「い」とかをね、ここに行き着くわけですよ。で、もちろん、こう、問題集の解説の方にも、テキストのページ番号を書いてますんで、いちいち自分で、ここ何ページのどこだったかなって確認したくていい。これ、復習の時楽ですよね。あとは、択一の演習教材ですが、記述でも出てくる可能性があるような記述用紙で付けているので、択一の勉強をしながら記述のことを考えることもできる。そういったことにもこだわりを持って作りました。はい。こちらにも記載がありますけども、とにかくビルドアップ講座、テキスト問題集リンクを強化しています。
もうテキストどこに書いてあったかなとか、問題集どこだったかなっていうのを探すのめんどくさいので、できる限りテキスト問題集行き来しやすいように作ってますので、ぜひもう繰り返し繰り返し確認するようなツールとして使っていただければと思います。はい。あと順番前後して恐縮なんですけども、先ほど見たテキストは重要論点習得編のテキストです。まあ、これがビルドアップ講座のメインテキストなんですが、その前段階の出力再構築編。これは何を使ってどんなことをするのかですよね。こちらは別のテキストがあります。まあ、テキスト兼問題集かなということで確認していきましょうか。出力再構築編で使うテキストはこちらです。はい。今、出力再構築編のテキストを出していました。まあ、パッと見よくわからないと思うんですが、これ、皆さんお手元に来る教材の左ページがこういった一問一答じゃない問題で、右が解説です。心理療法、勉強したことない受験生いませんよね。で、問題解いたことない受験生はいないと思うんですけども、じゃあ果たして定義処理方法はって聞かれて、浮かぶかですね。どうしても受験生って、まあ本試験迎えていくにあたって、問題解いていく、で、問題のフレーズを覚える、答え出すって方向に行くんですよ。特定キーワードを持って答えを出すっていう。で、もちろんそれで解けるものでもありますけども、まあ、本試験やっぱりいやらしいですから、少しキーワード変えてくるとかね、記述なんて全くキーワードなかったりしますので、そうなった時に、ちゃんと皆さんは知識を出すことができるかなんですね。つまり、僕は早期って言い方をしますけども、こう考えてもらうと。考えてもらう。何もないところ、何もなくはないですが、こういった抽象的なところから考えてもらうっていう。で、ああでもない、こうでもないって考えて答えを出していく、この過程ね。これが、特に記述の対策にもなるんですよ。はい。にもなりますし、これまで1年間勉強されてきた内容が、ちゃんと地に足を据えた状態で、未だ皆さんの頭の中に入っているかの確認です。はい。ちょうどこの基礎力再構築編が本試験終わって1ヶ月後に開講するので、まあ、結構記憶抜けちゃう方も多いですね。でも、ちゃんとこれまで皆さんが地に足を据えて学んできたものって、たかだか1ヶ月勉強しなくても抜けないんですよ。逆に、直前期詰め込んだものって1ヶ月でスコーンって抜けるので、本当に知識として身についてるかどうかっていうのを、基礎力再構築のこのテキストを使うことによって、取捨選択をすることができると。まあ、確認することができる。まあ、そういったメリットもあるんですね。はい。まあ、あとは、例えばこの問題ですよね。請負人に対して契約不適合責任追及できないどんな場合かってことですが、今年の本試験、請負の契約不適合責任ですよね。結構その売買だったらわかるけど、請負わからないって方もいたと思うんですが、はい。ビルドの基礎力再構築編、請負で契約不適合責任の話をしてるんですよ。こういった問題向き合っておくことで、やっぱりいろんな記述の対策にもなってくるので、もちろん皆さんね、いろんなことを考えながら、まあ、フルコースを選択される方もいたりとかね、合格発表後のスタンダードコースを受ける方もいると思うんですけども、まあ、できればフルコースのところから受けてもらえると、この基礎力再構築編ついてきますし、まあ、今の問題テキストもついてくるので、個人的にはフルコースから受講していただくことをお勧めをします。はい。あとは最後に改めて、まあ、全体的に見ていきましょうかね。はい。本試験終わって1ヶ月後、12月の後半から基礎力再構築が始まっていきます。で、その後合格発表後のところから重要論点習得編が始まっていきます。これお話しした通り、民法と行政を交互に行っていく新しいスタイルなので、はい。2科目並行学習ができますね。で、まあ、ここを軸としつつ、まあ、ご自身のタイミングで発展論点習得編をまあ受講したりですとか、卓越演習会をナビゲート講座を受講するという形ですね。で、後半になってくると、まあ一般知識、まあ来年から変わっていきますが、これに関してもしっかり対応していきます。安心してください。あと、記述60問解きまくり講座とか、文章理解特訓講座とかね、人気なものは全部入ってますし、公開模試もしっかり入ってますし、あと本試験の本当に1週間前にも過去問のラストチェック編も入ってます。なので、リスタートの最初のところから本試験直前まで、このコースで全て賄えますので、はい。ぜひ、
一緒に勉強をしていただけたらなというふうに思っております。はい。ということで、今回のガイダンスは以上です。また同じタイトルで長屋川本校から配信するものもあったりもしますけども、少しその時は、今回の内容を変えていくこともあると思います。ですので、もしよろしければ、そちら長屋川本校発信のガイダンスもね、ご参加いただければと思っております。で、最後になりますが、とにかく今年受験されて、悔しい思いをされた方々多いと思うんですね。で、その気持ちをバネに来年絶対合格を果たすためにこの講座を作りましたし、講義もしていくつもりです。はい。ぜひ一緒に勉強して来年リベンジ合格を勝ち取っていきましょう。では、本日のガイダンスは以上です。お疲れ様でした。